大阪府立中央町覚支援学校は、大阪府大阪市中央区上町一丁目にある特別支援学校。源流は、パナソニック創業者、松下幸之助に影響を与えた盲目の実業家、五代五兵が私費で設立した大阪モワイン。日本手話の発展や日本の労者社会の形成に大きな影響を与えた学校で、視覚と聴覚の重複障害者。 ヘレン・ケラーも訪れている。聴覚障害のある児童、生徒への支援教育を行い、幼児部、小学部、中学部、高等部を設置。高等部には専攻科も併設されている。学校の源流は、盲目の実業家、五代五兵が私費で設立した私立学校、大阪モワインで、大阪府立大阪北資格支援学校と同じルーツ。年に、 大阪市に関された後、1923年に、盲教育と、老教育を分離した。1937年に、ヘレン・ケラーが学校を訪れている。20世紀前半、高橋清大曽根玄介校長時代には、手話法による、老教育の古類を守り続け、日本手話の発展や日本の老者社会の形成に、大きな影響を与えた。2016年に、 大阪府に移管された。五代五兵が1900年に開設した私立の大阪老婆院が学校の始まりである。五代五兵の弟は船場にある自転車店の経営者、五代音吉。この五代音吉の店で少年期の松下幸之助が5年4ヶ月奉公を務めしていた。また、松下幸之助の父の松下聖クスはベースバーで失敗して破産し、 下駄屋の経営も失敗した後大阪に出稼ぎに出ており、勤め先が大阪老イ院だった。松下幸之助は1983年に出版した著書、折々の木折々の木人生で出会った人たちで、人生で出会った20人についての思い出と、僕が受けた恩恵を綴っているが、その中で古代、乙吉夫妻に次ぐ2番目に古代五兵を取り上げている。 五代五兵は1900年2月11日、大阪市南区大宝寺町中町の新州大屋派、受け得時に大阪老阿院の設立事務所を設置。3月19日、大阪府から設立認可が降りたため、5月25日に京都毛阿院委長の鳥井笠さぶろうを招聘して、東区本町4丁目の浄土新州本願寺派の上昇坊で毛阿教育講演会を開催。 盲和教育の重要性を訴えると同時に、事務所を北見堂の南向かいにある清久寺に移転した。7月10日、初代委員長に京都盲和院創設者で、日本の盲を老教育の始祖とされる古川太志志郎を招聘。清久寺を仮校舎として9月13日に大阪老和院が開校した。開校二ヶ月後の1九百年十一月三十日には、 大阪市南区塩町通り1丁目15番地16番地に移転した。その後1907年4月18日に大阪市に移管され、私立大阪市立毛和学校へと改編された。なお1899年の仮事務所設置から大阪市移管までの8年間、大阪和院について5代5兵が投じた金額は、総計4096円に上っている。 私立大阪私立毛和学校は生徒数の増加により敷地も境愛となり、1909年に南区長堀橋筋の下、南区役所跡に仮移転。1912年には南区南桃谷町丁11番地の下、南区育英高等小学校跡へと移転した。さらに、生徒数が増加して、教室不足が見込まれる状況になったことから、盲教育と、 老教育の分離を決定。分離案は1921年10月26日に大阪市会で可決され、1923年に大阪市立盲学校と大阪市立老和学校に分離した。盲学校は従来の校舎を引き続き使用し、大阪市立老和学校は東成区に行の村に校舎を設置。その後1942年に、 大阪市天王寺区勝山通りへと移転している。太平洋戦争末期1945年の大阪大空襲で天王寺区の校舎を全焼。大阪市上東区に仮校舎を設置した後、1948年に大阪市東区広小路町、旧大阪市立東商業学校跡に移転した。1948年、大阪市立老学校へ改所。 2009年、大阪市立聴覚特別支援学校へ、再び解消した。さらに2016年、大阪市立の特別支援学校がすべて大阪府へ移管することとなり、大阪府立中央町覚支援学校へと解消した。鉄道用地部、小学部、中学部には、学区が設定されている。2010年度時点では、学区は大阪市15行政区となっている。 ただし、大阪市の残る旧行政区及び森口市からも大阪府立一区の聴覚支援学校、大阪府立堺聴覚支援学校との調整区域として入学可能となっている。高等部には学区がなく、府内全域から出願可能。六代目の校長の高橋清氏は、1933年1月に文部省が講和法の推進政策を開始した後にも、 日本で唯一、手話法による、老教育を継続した。当時、本校は対等する、講話法の成果を取り入れ、児童生徒の適正により、講話法、手話法を使い分ける、適正教育を提唱。高橋は教え子たちに慕われただけでなく、同時代の成人老者社会において幅広い尊敬を集め、手話の達人でもあった。高橋は、当時まだ生まれて、 日が浅い言語であった日本手話の改良にも力を入れ、夏休みには教え子や彼を慕う成人老者たちと共に、毎年、吉野の竹林院で合宿を行った。こうした高橋の活動が日本手話に与えた影響は小さくないとの見方もある。七代目の校長の大曽根玄介は、六代目の高橋が母校東北学院から呼んだ後輩。大曽根は、 高橋校長時代の1929年に私費でアメリカに留学し、アメリカの老教育を学んで帰国。この直後、大曽根は現在の日本で標準的に使用されている指文字、大曽根式指文字の原型を考案した。ありがとうございます。